はい、どうもです。オリックスを V10 にする、オリックスで V10 するペナントやっていきます。今現在3連覇して4連覇をかけての、開幕戦見ていこうか。うちのエース山本、そしてオーダー1番秋山、2番鈴木誠也、3番山田哲人、4番吉田、5番大谷、6番中田、7番頓宮、8番福田、9番若月のオーダーとなっております。向こうは2番に清宮を置いてる。1番加藤、2番清宮、3番王、4番近藤、5番横、6番渡辺、7番キャッチ DH 亀田か。ドラフト1位キャッチャー亀田。新人王、いきなりベストライン取ってたんだっけ、確かルーキーで。だが DH。2番清宮とはなかなか。パープロも最近なんか、この前なんか2番岡本もいたし、なんか2番に強打者を置くようなパープロの仕様になってきたのかな。AI も変わってるのかな、多少。うちも2番鈴木誠也だけどね。秋山どうするかだよね。今年で秋山はちょっと進退をかけております。秋山さん今年活躍しないとやばいよ。なんだこの試合は。超乱打戦。なんとか勝てた。うちの打線はやっぱ12球団トップだと思うんでね。山本がこんなに打てるとは思わなかった。7回7失点7回7失点すごいな。よく7回でも7回7失点107球ってめっちゃ効率よく点取られてない？めちゃくちゃ効率いい点の取り方してるよね。点の取られ方してるね。留学生は45日か。まあとりあえず行こうか。多分リーグは優勝できると思うんで、リーグ優勝は堅いと思うんでね。そこまでじっくり序盤ぐらいだけ見て、あとは早送りで飛ばしていこうと思います。難しいのはやっぱクライマックスシリーズなんだよ。一発勝負だし、リーグ優勝は普通にやったら負けないから。留学生が帰ってくるまでとりあえず見てこう。10連勝、はい、ここで10連勝で11。大谷怪我したか。3週間の怪我って、これもしかしてとなんか能力下がってる可能性あるね。わかんないな。誰あげようか。吉田あげよう。じゃ大谷がいなくなるとな、打線も弱くなるからね。一気に大谷のいない打線を大城に埋めてもらう。いや、日替わりで、日替わり DH で誰か適当に出てくれ。大谷がいなくても勝ちます。うちは多分これ武田が出てるっぽいね。代わりに全然マジで強すぎる。うちだからこんだけ強くてもね、クライマックスシリーズ勝てるか分からんからね。残り13日、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12、ここまで行ったら留学生帰ってくると。中田が7000打数、吉田正尚200安打。中田もそろそろ2000本安打が打つのかな。山岡2週間の怪我か。じゃあ山岡怪我したんで代わりに誰をあげるか。若いやつあげたいね。榊行こうか。大瀬良めっちゃ打たれてんの。じゃあメルセデス。あ、大谷帰ってきた。俺確か大谷にめっちゃ金払ってる気がするんだけど。打たれちゃダメでしょ簡単に。そんな5点台。やっぱ打線のおかげだろうな、多分勝ってんの。大城武田が打ってるしね。頓宮外して大城に使うか。6割6分7に打ってるし。山テッドがそんな打ってないね。
おお、ワンミート分かった、やった。肩は微妙だな。まあでもコントロールとパーム、パームで変化球か。カッキー強いんじゃない。カッキー山本一回下げようか。中継ぎも入れ替えてこう、どんどん3点台は入れ替えよう。抑えにして松井裕樹下げて東郷で、よし。じゃあ多分今年優勝するんで、シーズン終了まで早送りで、シーズン終了じゃないわ、クライマックス、まあ、レギュラーシーズン終了まで早送りでクライマックスシーズンまで行こうか。よし、マジック2位になってこの試合に勝ったら優勝決まるんで見ていきましょうか。すごいおえおえだな。めっちゃ入れ替えまくってるよ、先発陣とか投手陣は。基本的に山本は超過保護、超過保護にしてるから。俺西垣ダメだから誰あげよう。片倉、中継ぎ陣はちょっと疲労溜まったら交代だから。フランスは0点台ですが2軍行き。杉本、大河内ちょっと拾うと思ってるね。太田でちょっとでも拾うと思ってたらすぐ2軍落とすから。鈴木誠也と吉田が今2軍に控えてるんで、よっしゃ、優勝決めた一戦。寺村でいいのか先発。榊原でしょ。キャッチャー森強えな。でも DH 回はもったいないな。回は打撃だけだったら微妙じゃない？あ、でもまあパワープロだと結構、アヘアヘ、ウホウホ長打もになるもんね。ミート F パワー A とかなるもんね。なんだかこの試合で優勝決めてほしいね。この試合で優勝決めてくれメンス。勝てないか。もう総動員するよ、最終的に。最終的にうちのメンバー全員総動員して勝ちに行く。でも胴上げは見たいからな。うちのレギュラーメンバーもちょっと疲労溜まったらすぐ2軍に落とす。そうやって長いシーズンを勝たないといけない。長い長いシーズン、めちゃくちゃ長いからね、うちのシーズン。なんたって10連覇しないといけないから。優勝するだけじゃないからね、優勝を10回しないといけない。そうなるとやっぱりいい選手でも使いすぎて次のシーズン使えないとか衰えたりしちゃ嫌だから2軍に落とす。それが大切。勝
勝てる気しないな。打ってくれ、なんか爆発しろ、打線爆発しろ、打線爆発しろ。あー1点差惜しい。勝てない日々が続いてますわ。多分これまだ4連覇ぐらいだから優勝の試合も見てるけど、あの8連覇ぐらいになってくると見ないんだろうな、多分優勝の試合。リーグ優勝ぐらいもう当たり前になってんだろうね。感覚が麻痺してくる。寺村でいこう。いや今日はメルセデスでいこう。先発メルセデス。中継ぎも先発もできます。なんで山田哲がファーストなんだ。中田でいいでしょ。もうセカンド山田哲使うぞ俺。打順は適当。山田哲と中田翔を使ってしまった。もうそろそろしたら吉田と山田、吉田も上げないといけない。おお、いきなり7点。よーし、優勝。これでリーグ4連覇。4連覇した世界の世界戦でオリックスは人気球団になってるのかな。さすがになってるよね。メルセデス今季初勝利。杉本ホームランクソ打ってないか。あいつシーズン途中からだったのにめっちゃ打ってんの。よし、じゃあクラマックシーズンまで行きますわ。よし、クライマックスシーズンまで来た。シーズンは97勝43敗3引き分けで圧倒的優勝。しかも主力を途中から温存しての圧倒的優勝で、クライマックスシリーズまでにちゃんと主力を上げてきました。ダダン、フランサ 0.68、 すごい。こいつも1点台、そして1点台抑え、新抑え上竹。なんで1点台なんか分かりません。多分来年は絶対打たれる。今年だけの奇跡です。で、野手の方もなかなか強い。1番山田、2番鈴木誠也、3番吉田正尚、4番大谷翔平、5番杉本、6番中田、7番大城、8番岡崎、9番大越。こういう布陣でいきたいと思います。福田の対左が C になってる。その代わり対チャンスが B になってる。相手は3位から上がってきた楽天か。杉本調子悪いな。でも杉本ね、3割2分7厘も打ってんだよね。めっちゃ打ってたから上げたけども。じゃあ西浦で。もう大谷は DH 解除してもいいけどね。1番辰巳、2番お声だったらロマンある外野陣だな。1番辰巳、2番お声、いいね。ちゃんとドラ1野手が育った世界線。まあ、パープルは結構ドラ1育つんでね。むしろドラ1しか育たないと言ってもいい。茂木がファースト持ってる。ブラッシュ44本ってすごい。まさかの山崎がセカンドレギュラー取るとは。 FA はあと8年。鈴木って誰だこれ。まだいるんだ。ウィーラー37歳、10年目。岡島まだいる。キャッチャー D なんだ岡島って。辰巳すごい、3割3分1厘。うちホームラン差少ないんだよな。そんなに試合出てないからね、この2人。多分フルで出たら40本ぐらい打てると思う。大谷変えよう。
もったいねえ大谷を使うの、ここで松井裕樹8回無失点。8回失点か、まあ、まず1勝。で次は榊原でいいよな。青山使う、でも榊使うか、榊で大谷はやらしてるってもらう。先発した次の試合だけど大谷は4番だからね。大谷うちの4番バッターなんで、大谷チャンス B がやっぱいいよね。対左いいだけどな。で相手多分左ピッチャーでしょう。 K 鈴木右ピッチャーだった。 K 鈴木、まさか K 鈴木が楽天に行ってるとは。 5.28 やばい。 K 鈴木打てない、 K 鈴木打てない。おおよし、おおすごい、さすがサヨナラタイムリーテッド。 K 鈴木を打ち崩しました。崩してないな、なんとか結構抑えられてたしな、 K 鈴木に。俺 K 鈴木ってあれ確かクビにしたんだよね俺が。楽天に拾われたのか。で佐賀来たから、あと青山で積もうと。ちょっと大谷休ませようか。7番若月は見せたら、若月8番にするべきだったの。7番門馬にすればよかった、まあ、大谷をちょっと疲労回復させたいね。よし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 、いけ、1点取ればいい。中継ぎは強い、俺の中継ぎ陣は取られないよ。まあまあまあ、まだ1勝まだいっぱいだからね。先発がいねえ。田島だな、ここは。いや、ここは山本でいいや。絶好調山本なら打たれないでしょう。でも今年ちょっと山本調子悪かったんでね、防御率4点台と。一軍でもあんま投げてなかったですね、今日は。今年は、今シーズンは。西浦が絶好調。4番センター、西浦。でも西浦今年3割2分2厘打ってんだよね。まあ、ホームラン1本しか打ってない。あ、下手んだけど。長打が少ないからね。もうちょっと長打打ってほしいよね。パワー型の選手を増やしていかないといけない。杉本みたいな選手だったらね。あ、山本絶好、山本はやっぱり絶好調でも山本の援護はないのか。3安打。まさかの3安打。山本が投げたら援護しないのやめてあげて。やめてあげてくれる、山本が投げたら援護しないの。そして若月が怪我と。このまま逆転されたら最悪だよ。ここはもう大谷しかないでしょ。 DH 解除、4番ピッチャー大谷、4番ピッチャー大谷。もう大谷に完封してもらうしかない。4番ピッチャー大谷に完封してホームラン打ってもらうしかない。そう思ったら大谷ってすごいよな。ピッチャーもできて足もできて、しかも日本だとどっちもトップクラスだからね。メジャーでも打者打撃、まあ打撃はトップクラスとはいかないが平均よりは上なんじゃない。メジャーの平均の打撃のあの OPS がどれぐらいか知らんけど。そして大谷で勝つと。あ、また胴上げ、また胴上げ見れなかった。胴上げを見たいんじゃ俺は。まあ胴上げは日本シリーズで見ると決めてるんでね。大谷は6回しか投げてないか。よし、あと2本。しクライマックスシリーズはなんとか4連覇できました。あとは日本シリーズ。お、初めて巨人じゃない、カープ。マツダズームスタジアムということは大谷を使ったらいいのか。大谷どこで使うか。1戦目で使うと4戦目ぐらい使っちゃうよね。だから2戦目を大谷にして、
2戦目と6戦目は大谷先発させよう。それが大谷の一番のメリットになるわ。初戦は誰で行くか。うちのエースは誰なんだ。うちのエースは青山なのか。8勝0敗だもんね。山本なんて4点台で9勝0敗だよ。どういうこと。大谷は2試合目投げてくれ。1試合目、今日は山本でいこう。じゃ無敗の男の力を見せてほしい。翔さんが出てないと。そういえば DH なしのオーダー考えてなかったな。後で考えよう。カープは初めての間だから相手のちょっと戦力見ようか。1番野間、2番曽根、3番丸が帰ったんだ。丸がなんか6億5千万ぐらいで帰ったのか、広島に。そして薬物、ああすごい。菊池もメジャーから帰ったんだよね。 ちゃんと菊丸が出戻りしてるのがいいね。坂倉は外野に転向されてる。まだ26歳かこいつ。磯村が32歳で正捕手。小園だ。小園まだ24か、若いな。相沢は FA してない。いいぞいいぞ、よーし。初戦取ったのはいいね。2戦目明日大谷だからやっぱ取れる可能性高い。なぜかというと9番に9人とも打てるからね。大体ピッチャーで打てないけど、うちはそのハンデがないんで、こうなるとやっぱ強いよな。あ、じゃあオーダー考えよう。まあ、大谷の場合は4番ピッチャー大谷でいいでしょう。3割3分1厘23本77点。なぜか3敗してる。2点台なのに。4点台で9勝0敗のやつもいれば、2点台で3敗してるやつもいる。よくわからんわ。山本の勝ち運がえぐいんだけど。やっぱ打線は打つでしょう。ほらやっぱ大谷がな。そして8回に失点、大谷翔平。大谷あと5戦目まで休憩してくれていいわ。ピッチャーとしては、まあ野手としては出てもらうけど。で、あと1勝したらいい。本拠地であと1勝できたら大谷で勝てるから、5戦目。じゃあ6戦目か。ここで1勝できたらいいね。田島。大谷は4番出てもらうよ。若槻、なんかみんな調子悪いね。第一、サードはいないんだよな。いや、控えにも3割打てる鈴木大地がいるからね。まあ、鈴木大地控えにいるチームって強いよな。やっぱ鈴木大地がレギュラーでいるチームってはよりはやっぱ控えでいるチームの方が絶対強い。はい、俺6点。よーし。これで王手と。これで4連覇に王手。そして浦島がスランプ。誰だ浦島って。そんなやついた。一軍に1点台の中継ぎだった浦島。じゃあ大瀬良あげよう。高い金払ってんだけどな。大瀬良には。松井も調子悪いよな。誰だよ。どうせやったら若いやつあげたいね。優勝を経験させてあげたい。あげたいやつがいねえな。犬伏もあげとくか。
誰行く？坂木行くか。もう決めちゃおう、早めに決めちゃおう。ここで連敗するとちょっと流れが悪くなるから、さっと決めるのが一番いい。巨人は V9 した時に2敗しかしてないからね、日本シリーズで3敗以上してないんで、やっぱ流れて大切だから、勝てる雰囲気、雰囲気作り、癖付けだな、勝てる、勝てる癖付けをつけないといけない。そして榊原が完投と胴上げ投手初めての、これで4連覇、胴上げ4回目、日本シリーズの後全てリーグ優勝を合わせると12回目。中原龍もう4年で12回胴上げされたらどういう気分なんだろうな、特に何も感じなくなるのかな。9連覇した時の日本一の誰だっけ、川上だっけ、あの野球の神様、どういう気分なんだろうな。もうなんか胴上げされるのがなんか日常みたいになってくるんだろうな、毎年秋の風物詩みたいな、大体秋に胴上げされるみたいな、そういう感覚になってくるんだろうね。そして4勝0敗でうちは勝つと、メルセデスが退団と。97勝43敗、特に別に防御率が良かったわけでもない、1位でもない、打撃が1位なのか、全体的にずば抜けてんな。ロッテだとホームラン88本しか打ってないもんね。得点888、すごいですね。だ規定は0だけどね、榊原が一番投げてんだ。へえ、117人、みんなそんなに投げてないからね。フランサーでも52イニング投げてる、こいつ2軍結構落としたのに52イニング投げてるってことは、多分いる時めちゃくちゃ投げてんだろうね、結構落としたのにね。もうちょっと減らしてあげたいね。規定は4人か、武田が一応規定ってんだ。鈴木誠也975、吉田も吉田1超えてるんか、杉本も1超え、大谷も1超え、翔さん9でしょう、山田も9でしょう。すごいな、すごい打線ですね、やっぱうちは。ショートがやっぱちょっと弱いのか、打撃。ショートが福田71だ、門馬70と、ここら辺だもんね、ショートが。まあ、悪くないけどね。後が強すぎんだよな。杉本が今年よかったもんね。頓宮今年やばかったな、頓宮、そういえば。2割0分7厘。あ、大河内もいたのか。俺も大河内もなかなかアヘのターンなんだよな。よし、じゃあ今日ここで終わりますか。それじゃあ見てください。皆さん、ありがとうございました。バイバーイ。